皆さんこんばんは、池江すけです。本日2024年、10月の24日、20時41分、本日のドラフト会議の結果ですが、最初の1巡目を見たときに、もともと僕は提唱していました、その地元のチームの方へ行った方がいいと、多分そのご両親が、その出生地に住んでる方たちがほとんどでしょうから、その方はまあ無理がないという分、もしかしたら友達が、頭の中を、渡してくれたりだとか、何かそういうふうな援助とかもあるかもしれませんし、地上波で映るか映らないかの分もあると思うんですよ、本当に。で、最初、ドラフト1巡目で例えば阪神タイガースが、金丸選手を、してまして、で、広島カープさんが、宗山選手でしたっけ、内野手のショートの人だったと思います。で、その地元のチームの方に行けるように僕も対応しようと思ったんですよ。頭の中渡したりとかしてみたんですけども、両方とも失敗してるんですけども、これは要素は何かちょっとわからないですね。その入場の時に、藤川監督も、新井監督も、ちょっとだけ笑ってしまってる。僕のせいかもしれませんよ。僕の、言い方というか、心の声。何が聞こえてるのかわからないですよ。途中から、コンピューターが未来からの情報を持ってるのか、誰か人間が伝えてるのか。国母監督なんかはこう引いたときに、自分が外れてたときだったんですかね。それで、僕が伝えてるような言葉じゃないようなことを、言われてまして、数日前に岡場の交差点で陣内さん見かけたんですよ。で、今日もそのドラフトの番組で、その陣内さんが出てまして、会ったとか言ってたんですよ。いや、岡場のあの取り切り族の前で、飴玉加えて、棒がついてる。一応、信号渡ってこないで、待ってはいるんですけども、僕もね、急に、スポーツ業界の人とか、例えばね、栗山英樹監督とかだったら、日本代表を務めたプロ野球界の、だとか、あと、政治経済だとか、ゲーム業界の方たちはもう全然顔わからないですね、本当に。で、そういう人たちが待ってるんだったら、で、今日も横誰か通り過ぎたんですけども、神戸電鉄の永田駅は、本田圭佑元日本サッカー代表の選手じゃないかと。で、今日やっと、どうせまだ忘れるんでしょうけども、横通り過ぎたメガネをかけてる方って、ヴィッセル神戸の方ですかね。もしくは、どっか、他のところの監督、多分ヴィッセル神戸の監督なんじゃないかなとは思うんですけども、これもね、地上波でやっぱりテレビの放送がなくなったら、なかなかわからなくなってしまうんですけども、それと同じで、頭の中の供給とか、今年も阪神タイガース地上波の放送がなかった日の、勝ち負けの勝率だとか、こちらの僕の家からこう地上波で見れてたかどうかだとか、だからその辺のところがあるから、基本的には地元の球団行った方がいいと思うんですよ。みんながみんな、ほとんどの人は地上波でテレビ見てると思うんですよ。で、ことごとくこう逆を言ってるような形になってますし、例えば和歌山県の人を、オリックス・バファローズとロッテが指名して、でロッテの方が行くと
や、これね、ただ、分からないんですよ、最終的に何が当たりだったかは。で、例えば、広島東洋カープに入らなかったのは、もしかしたらショートに小園選手がいたからかもしれません。今年も、そこそこ良い成績上げてたと思うんですよ、小園選手。で、以前、年間3割ぐらい打ってませんでしたっけ。だからまあ、そのコンピューターの判断としては、だから途中から言われてる内容とかを聞いたとき、コンピューターから何か国母監督言われてるんちゃうかと。いや、僕じゃないです、僕じゃないです。今の僕は言ってませんと。まあ、いや、くじ見る前からね、なんか、こう、言われた内容をそのまま国母さんがこう、言ってたと思うんですけども。だからね、ちょっと見てる方がね、国母さんは多分それを真に受けた腹立つと思うんですけども、その、だから芸人の陣内さんが出現することに、見てる方がその反応言ってることは、この人電波で何か言われてるなと、で、どういうような内容言われてるかを言ってるから、こう、面白いの方向だと思うんです。以前もあったと思うんです。何十年も前から。わかんないですよ。その、一応、その方向性で行くと、その飴玉を加えていたののところで、その陣内さんがですよ、その鳥貴族の前で、ここ、近日でした。まあ、20日以降だったと思います。まあ、20日ぐらいだったかもしれませんけども、だからその、舐めてんのかの話。岡田監督、阪神タイガース、まあ、今年で、まあ、優待という形になりましたけども、まあ、一応、球団にポストを用意してと。で、まあ、その、パイン飴をベンチの中で舐めていたりだとか、もうそこはね、絶対僕は、さっきに岡田監督の方が笑ってるんですけど、僕は笑っていませんと。勝ち負けを行っているのは私であると。だからね、その辺のところかもしれません。あとはね、金丸選手がどこへ行ったんでしたっけ。まあ、中日の方へ行ったんでしたっけ。まあ、どこ行かれたのかもう、金丸選手がどこ行かれたのかわからないんですけども、そのくじ引いた瞬間、その、中日の、そのくじを引かれたかとか、引かれた方が、井上さんという方だったと思うんですけども、こう、右肩がってこう、勢いよくこう、なんかこう、ガッツポーズみたいなのを しようとして、で、こっちは反動なのか何なのかよくわかんないですけど、ちょっとだけこの辺りが痛くなったんですよ。この間の横浜 DeNA と読売ジャイアンツの試合で、読売ジャイアンツのキャッチャーの人が、シーンってこういうふうにしたりとか。これね、ピッチャーにこう、低めに低めにっていうジェスチャーだと思うんですけども、これ、もしかしたら僕の方とかにこう、落ち着いて落ち着いてとか、そういう。ジェスチャーにも見受けられるんですよ。まあ、全体的にドラフトとかでも、まあ、落ち着いていた方が、お互い痛い目に遭わないですもん。ちょっとね、これ、まあ、その本田圭佑選手が永田駅で遭遇する確率、そう多分もう顔がだいぶ潰れてる方の顔で出てきてると思うんですよ。であとは、まあ、ヴィッセル神戸の監督の方なんですかね、どなたなんですかね、もしかしたら全然違う方かもしれません。何回もこの辺りで僕の横を通り過ぎてる人なんですよ。だからまあ多分スポーツ関係者の方だと思うんですけども、僕は全然わかんないです。じゃあ、これ名前わからなかったら声かけれないんですよ。まるまるさんとか、こう、声かけ言われた言葉は、またやっていう言葉言われて、今度はこっちが頭の中取られてるんですよ。だから、多分先にその人が頭の中取られてたんだと思うんですけども。まあね、まあ時刻的には、まあ20時30分ぐらいに、まあ、岡場駅から田尾寺駅に向かってこう歩いて帰ってくる、こう、
帰りの、買い物帰りの時の24時30分ぐらいの時に、まあ、横通り、その人の声、すまんっていう声が聞こえてきてます。わかんないですよ。もしかしたら法律業界にとかもしますよ。全然わかんないですよ、本当に。で、まあ、ドラフトの話に戻りますけども、やっと、まあ、もしかしたら選手の方がそこの球団に入ってよかったというような形になるような形で、こう、くじが引かれてるのかもしれませんし、一応今日も僕は遊んでるんですよ。裁判所に、大手へ行って、まあ、書類をちょっと出して、で、まあ、もう、2回目で、ね、まあ、弁論は終わりですと。まあ、こういうふうな内容でもう、その次、判決であると。もう、それ言い渡されてるんですよ。だからまあ、ほぼほぼ、もう今回終わったなと。もうどうしようもない状況ですね。だからまあ、まあ、今回も訴訟費用3万円ぐらい使ってますし、もうルールが何がなのか、もう全然よくわからないという状況で。で、まあ、まあ、ドラフト会議に関しても、まあ、2位のところで今朝丸選手が取れたのは、阪神タイガースとしては良かったなというところです。まあ、ほとんどの球団の方が2位ぐらいまでしか、テレビでほとんど放送されてませんので、1位終わった後、次ニュースの方に行かれて、もう、2位とか3位とか、それぐらいのところがすごく気になるじゃないですか。それ以降ニュースだとわかるんですよ。ニュース終わった頃、もう次もう5位ぐらいになっていて、で、あとはまあ、注目の選手だとか、まあ、いろんな諸事情がある人だとか、まあ、そういうような人たちの VTR が流れてきていて、で、肝心要のどなたが、2位、3位、4位なのか、5位、6位だとか、育成枠だとか、もう全然わからないままです。まあ、まあ、結局何でも、最終的に後付けみたいな形になってしまうんですけども、その結果だけで物事を見ると、そこで、頭の中をプラスアルファで渡してくれた人だとか、まあそういうふうな、人たちがいる以内によって、選手の成績が変わってくるわけですから。だからまあ、なんとも言えないですね、本当に。まあ、しかし、まあ、今朝丸投手に関しては、まあ、実績だけじゃなくて、身長がやっぱり188センチありますから、まあ、ぜひ160キロ、ある程度、速球投げたら160キロを計測するような投手に、なってほしいなと思います。まあ、藤浪晋太郎選手も日本に帰ってきた方がいいなとは思ってるんですが、もうあの時間帯無理ですよ、本当に。で、阪神タイガースルートだったら、誰かが、その、専属で藤浪晋太郎選手に対応してあげなかったら、まあもう無理だと思いますね。あ、せっかく持ち味の速球が、160キロのボールが、その、ストライクゾーンに、甘めじゃないところにちゃんとボールが行くんであれば、まあ、そうそう打たれることはないでしょうし、カウント稼いでますし、まあ、速いボールを投げるピッチャーで、まあ、そうそうダメになる人はいませんから、まあ、メジャーリーグでこう投げてる時も、大体150キロちょっとぐらいとかでこうコントロール重視で投げていたりとかですから、だからまあ誰かがコントロールを中心にして頭の中とかを渡してあげなかったら、まあ良い成績っていうのは、まあなかなかちょっと難しいのが現状ですから、もうほとんどの人がそうですよ。まあそういう意味を含めて友達とかが頭の中とかこうサポートしてくれたりだとか、まあそういうふうな部分とかもあるかもしれませんので、まあできるだけ地元の球団へ行った方がいいと。で、両親が住んでるところから近いところの方が、まあその両親の近くにまあ家を建てたりだとか、まあ親の介護のところまで先々のことを考えたら、もう絶対その方がいいんですよ。交通費的にも無理がありますから。だからまあ、
まあそれでもこうドラフト会議のあの厳しい現実、こういろんな球団が獲得に乗り出すっていう、まああのまあ1位2位のところでもしまあまあ、まあ、あのたらればの話ですけども、うん、金丸選手を取って2位を今朝丸選手を阪神タイガースがもしかしたらあの取っていたかもしれないと。入れないと。で、さらに言うと、その阪神タイガースとか、まあ僕の対応してる、そのスポーツの勝ち負け自体が、基本的にロースコアが多いんですよ。で、その、僕のその遊んでない日だとか、その時間帯とか多い日がこう連日続くとどうなるかって言いますと、3割バッターの人があんまり出演しなくなるんですよ。で、球場は、うん、まあ、福岡ソフトバンクホークスさんの、福岡ドームに関してもその昔はラッキーゾーンなかったはずなんですよ。で、まあ、例えば日本ハムさんのエスコンフィールドに関しても、ラッキーゾーンがあって、打率も上がるはずなんですよ普通に考えると。ですけども、3割バッターが、出現しにくくなっていると。でメジャーリーグもその辺の影響を受けてるんですよ。だからあの経営者的な考えとか点数の差異が、まあ、野球界でもサッカー界でも見受けられるように、まあ、守備型なのかどうかっていうところで、だからあの、例えばクライマックスシリーズの一本前ぐらいのシーズン、阪神タイガースが、巨人と、読売ジャイアンツと優勝争いしてるときに、村上頌樹選手が、中継ぎでマウンドに上がったときに、コントロールちょっと手こずってたじゃないですか。あんな村上頌樹選手、まず見たこと皆さんないと思うんですよ。で、まあその辺のところも、まあ、先発陣、まあそれがどうしても競争の世界とかで、こう先発陣がピシッとこう抑えていたら、そのしわ寄せが中継ぎ陣に来るかどうか。で、中継ぎ陣には抑えもピシッと、あの、強力な場合、どうなるかっていうのは試合がロースコアになるんですよ、全体的に。だからまあ、あの、最終的に勝つか負けるかの話であって、で、まあそういうものなんですよね。で、まあ、阪神タイガースとしても、まあ、今年は僕は公言してたのは横浜 DeNA さんが、セ・リーグを優勝する番であると、まあ、あパ・リーグに関しては、楽天かロッテさんというその どっちつかずの話で多分 どちらか一つの球団に絞ってたらよかったと思うんですよ。で、まあ、もう先に言っておきますけども、まあ、来年は、楽天さんということで、大谷翔平選手となんか佐々木朗希選手があのメジャーリーグ行くとかそんな話になってますけど、もうどうなるか分かんないからとりあえず楽天行ってくれとまあ日本人選手も全員帰ってきてくれと。まあそこはもう結局商業原理とかで、みんながあのお金に奔走する社会になってしまって、結局はあのスタジアムを作りすぎたっていう話になるんですけども、本当にまあまあ入賞回数をセリーグパリーグ第二次世界大戦の後揃えていく話、まあ楽天イーグルさんは途中からできた球団ですけども、まだ優勝は1回しかないと。東日本大震災リーグの優勝は1回しかないと、まあ、僕の方ではもう優勝を目指してほしいっていうことを提案して、まあ、選手に関してもあれこれこういう人をこうっていうようなことを言って、で、まあまあ僕の方からの影響ももしかしたら頭なんかいってたかもしれませんし、まあ、とにもかくにも監督は星野さんっていうこともあったかと思います。あの人もやっぱり監督をされていて優勝すること結構多いんですよ。で、岡田さんもそうなんですよ。阪神タイガースの岡田監督も。選手としても日本一になってますし、監督としても、もともとすごく低迷していた阪神タイガースが優勝していたりだとか。まあまあ、いろんな要素を全てこう集めていかなかったら、
まあ、僕一人だけでその今まですごく低迷していたチームを、優勝まで持っていけるかって言ったら、まあ、なかなか難しい部分がありますと。まあ、横浜 DeNA さんで言うと他の動画でも言いましたけども、今永投手がメジャーリーグで15勝しましたけども、僕もね未来の時間軸から頭の中こう渡したりしてるとき、多分その時間帯起こされてると思うんですよ。ここぞという場面だけっていうようなテレビのスポーツニュースの番組で、で そこでね三振に抑えれたりだとかダブルプレー取れたりするのはそれものすごく多いです。あ、大きいんですよここぞという場面でっていうのは。で、まあその15勝分もし横浜 DeNA で上げてくれていたら、まあ、他の選手が勝ってる部分が、まあ、少しなくなったりするにしたとしても、プラスマイナスで、それ大体巨人戦で投げてくれていたら、多分横浜 DeNA が優勝してるっていう話になるんですけども、まあ、まあ、プロ入って、実際、選手として試合に出るようなところまで、まあ、進めていかなかったら、一軍でですね、まあどうなるかわからないというところですね。かといって私としてもそんなそのある程度阪神タイガースもある程度の順位に行かなかったら、その A クラスの数だとか B クラスの数だとかもあるんですが、阪神タイガースはちょっと極端なんですよ、最下位の数が。本当に最下位とか5位とかその暗黒時代 の状況はすごくて、阪神タイガースと横浜 DeNA さん、以前の名称が太陽ホエールズで、もともと神奈川県でしたから、まあもう性質的には球団の名称が変わってるだけで、まあファンの心情としてはまあ神奈川県の人たち、まあ基本的にまあそういった部分で、まあその2チームでセ・リーグの最下位の方、最多をこう、ちょうどっていう数字ね。だからね、まあ、セ・リーグの優勝、ペナントレースの優勝回数だとか、クライマックスシリーズの優勝回数とか、それでいくの、セ・リーグとパ・リーグ、多分僕は生きてる間に全部するのは不可能です。そしてこれは誰か行き過ぎてほしい。負担が大きすぎる。この間のサッカー日本代表の試合、もう頭の中もうその日休みって書いていて、もう強引に取られていて、で、もう試合見ないようにしてたんですよ。で、イオンモールの店員とか、もう確認言ってくるんですよ。もう、大差、オートで頭の中取れたりしてるのに、取れたりしてるのに、こっちでやりますとか、身勝手なことを言ってきて、で、まあ、最終的に試合は、1対1で終わってるんですけども。もう途中であんまりにも腹立ってきて今日は休みだって言ってるでしょっていうようなね、内容で怒ってはないんですよ。もうこんなに強引なことするんだったらお金も払わないでっていうこと、オーストラリアが得点しちゃったらええわみたいな形で、まあ、正直心の中でそう思います。だからね、まあ、資源のね、その部門とかもありますから、輸入させてもらえなくなったら大変なことになりますから、だからまあそういうふうな部分も昔の話の内容であって、まあだからまあそういうふうな方向性に僕は考えてしまったり、僕の行動がそういうふうになってしまったりだとか、なんか見出しでね、あれを使うだとか、なんか動画で、15時からだったと思うんですよ、日本代表の試合。で、テレビ見ながらの対応もしてなるものかと。いや、オーストラリアの試合じゃない、オーストラリアの試合ですね、オーストラリアの試合、サウジアラビアの試合が、日付がなんか変わってたっていう、僕の中でも、本当にこう、一回ちょっとどうでもいいような形にしなかったら、この人ずっと対応しすぎて、もうまた死にかけてしまうと。まあ、今日一つ良いことをしたというと、父親の家を寄ってから、まあ、裁判所の方へ行ったんですけども、まあ、父親の足の爪が伸びっぱなしになっていて、まあ、その足の爪を切ってあげたりだとか、まあ、そういうふうな介護関係のところですね。まあ、ちょっと今日休みっていうことにして、その内容をしっかり守っていたのが、まあ、松山英樹選手かもしれませんし、ゴルフの。まあ、今日、53位でスタートと。
ちゃんと僕の言ってる内容を、守ってたと思うんですよ。そんなに今日僕は頭の中取られるようなことはなかったんですよ。で、あとは、まあ、まあドラフト会議ですね。だからまあ、そこでドラフトをどうこうみたいなことを書いてたら、結果変わっていたかもしれませんけども、まあまあ、僕の体調面考慮なのか、まあ、そのスポーツの勝ち負けに関しての、その部分、今日はもう勝ち負けにはかからないっていうことを書いていた部分が、そのホームページは YKSK の履歴プラスエシロンっていう内容を組み込むことによって、頭の中渡したりしてたんですよ。口引けなかったんですよ。で、これはジャンクスポーツで何回も試してるんですけども、何か活躍したアスリートの人がこう家電製品とかの売り場でこう中からボールを引いた時に、何色だったか忘れましたけども、その色のボールを引いたら、その家電製品がもらえるっていう内容のものだったんですけども、まあそれも頭の中供給することによって引けたりできるんですよ。これじゃんけんでも買ったりとかすることできるんですよ。これ難しいですね。選手にとって、正解だったのか、球団にとって正解だったのか、もうこれは分からないです。3位だとか5位とか6位の選手とかでも活躍してる例はありますし、逆に言うと1位で入った選手は活躍できてない例っていうのもたくさんありますから、まあこれは、なんとも言えないです。ということで、ドラフトで、選ばれた方、皆さんおめでとうございます。まあ、思い通りに抽選、選手を指名できた、球団の方たちも、おめでとうございますと。まあ、あとは、入団してから、まあ、どういうふうなそれから先の人生が待ってるかは、分かりませんが、皆さん、悔いのないように、頑張っていただけたらなと思います。あとは、まあ、怪我がないようにですね、本当それですよ、本当に。アーロン・ジャッジ選手のその、ウィキペディアをこの間見たんですよ。そしたら、シーズン中、すごくホームラン打っていて、で、夏場ぐらいの頃に、味方とこう、勝った時にね、こう、じゃれ合ってた時に、前が、どこかの歯が折れたみたいなんですよ。で、その後、当分、あんまり打ててなかったんですけども、そりゃそうだと思うんです。痛いまま試合出ても、まずなかなか結果残せないんですよ、普通人間、本当に。で、まあ、その後、何ヶ月か、2ヶ月ぐらいしてから、また打ち始めるんですけども、多分それ、痛いからだと思うんですよ。だからまあ、あんまり無理はしないように、していただいた方がいいと思います。その、筋肉的な痛みもそうですし、まあ、関節関係もそうですけども、あ、ちょっとこれ、無理そうだなと思ったら、ちょっとでも、今やめといた方がいいなっていうのは、少しでも感じ取ったら、もう即座にやめておくだとか、まあ、そういうふうに対応していただけたらなと思います。以上です。皆さん本日も長い間ご視聴ありがとうございました。本日は皆さんお疲れ様でした。以上です。